こんにちは。今日は乗法公式を覚えようパート1ということで、ものすごい基本のね、ことをやりますけども、確認していきましょう。さあ、乗法公式、展開とか因数分解とかね、で使うこのね、もう例は2つありますけども、このような公式をね、完璧に覚えていきましょう。はい、まず最初のこの2つ、A たす B の2乗は A 乗プラス 2AB プラス B 乗なんですけども、やっぱりね、文字がね苦手な人はこれを見てもね、ちょっと計算の方法がね、わからないんじゃないかなと思います。ちょっとね、先生が考えたのはこうですね。 A たす B っていうのを、この括弧の中身ね、括弧の中身を項にね分けます。項ごとに分ける。そうすると A と B ですよね。はい、でこの A-B バージョンも同じようにね、項に分けます。 A とマイナス B。 はい、ここでね、上は A と B に分けたわけだ。ちょっと上についてね、やっていきますけども、はい、ここにね、日本人なら日本語で覚えようって書いてありますね。このね、日本語で覚えることはね、結構ね覚えやすいと思います。はい、じゃあどういうことかっていうと、はい、この A 事乗、もちろん左を事乗したものだから、まあ2乗ですよね。2乗。はい、じゃあこの B 事乗はこのプラス B を2乗したものだから、これも2乗ですよね。はい、じゃあこの真ん中のプラス 2AB は何だろうなって思うんだけども、これはこの左と右を掛け算してみてください。 A と B を掛け算、そうすると AB ですよね。その2倍ですよね。だから掛けて2倍って覚えるんですね。うん、そうすると A たす B の2乗の公式は日本語で言うと2乗掛けて2倍2乗っていう風にね、なります。はい、実はこの日本語、下のねマイナスバージョンでも全くね同じ覚え方でいいんです。はい、ね、左の2乗が A の2乗、いいね。はい、掛けて2倍、 A とマイナス B を掛けるとマイナス AB、 それを2倍するとマイナス 2AB だね。おお、はい、そして、右は右のこの B の2乗はマイナス B の2乗、マイナス B かけてマイナス B ね、マイナスが消えてプラスになりますね。ってことで、合ってます。はい、ということでですね、じゃあ実際例を使ってねやってみましょうか。はい、 x プラス3の2乗は、はい、2乗なんだけども、項ごと項に分けてね、2乗かけて2倍、かけて2倍なんだけども 3x を2倍する 6x ですね。そして右の2乗、簡単。はい、これも 2x とマイナス1に分けて、はい、2x の2乗、はい、かけて2倍、2x とマイナス1をかけるとマイナス 2x、 その2倍だからマイナス 4x、 そして右の2乗プラス1と。はい、でラストよいしょ。はい、 2x とマイナス 3y ですよ。はい、 2x の2乗は先ほどと同じだね、 4x 事乗。はい、かけて2倍。ちょっと苦しいね。まず掛け算しよう。マイナス 6xy。マイナス 6xy。それを2倍するから、マイナス 12xy。だね。はい。そして最後に、マイナス 3y の2乗をする。プラス 9y 事乗となりますね。このように、2乗のね、公式。2乗をかけて2倍2乗っていう風にね、覚えると、楽ですよということです。はい、続きまして、ズズズズズ。はい。ね、これも有名な式ですね。カッコ A たす B かける、カッコ A-B は A 事乗マイナス B 事乗。
になりますね。で、これは、左がね、A と B の足し算。うん。だから和ですね。はい。で、右は A-B の、A-B だからね、A と B の引き算。だから、差になります。で、それが、A の2乗引く B の2乗だから、2乗引く2乗になります。だから、日本語で覚えると、和かけるさが2乗引く2乗。ね、俗にね、和と差の積って言いますね。はい。で、ここでね、大事なのが、主人公ですね。この公式の主人公は A と B です。うん。ちょっとこのね、考え方を、次のね、例でやってみましょう。はい。例の1。x+2 と x-2。さあ、この問題の主人公は何でしょうか？っていうと、この問題は、x と2が主人公ですね。a と b だから。はい。だから、x の2乗引く2の2乗。ですね。はい。で、2番。この主人公は 4x と 3y です。うん。4x と 3y です。だから 4x の2乗から3y の2乗を引く。ですね。はい。3番どうでしょう。3番は、2b 引く a。a たす 2b。これちょっとね、順番が違うから、まず、2b 引く a はいいんだけども、このね、足し算はね、左右逆でもいいから、2b たす a にします。はい。そうすると、ね、この問題の主人公は、2b と a ですよね。うん。はい。だから、2b の2乗。だから、4b 1乗ですね。そして、a の2乗。4b 事乗マイナス a 事乗となります。いいでしょうか。はい。なんでこんなにね、主人公に注目しようって言うんだけども、ちょっとね、例えば、そうだな。よいしょ。ちょっと1番消しますね。はい、はい。4番。うん。例えば、そうだな。ルート7引く3。かっこルート7たす3。ね。こんな計算がありますね。はい。これ、ね、ルートがあるものと、ルートがないもの。ルートがあるものはルート7で、ルートないものが3です。で、主人公は、ルート7と3ですよね。だから、7。ルート7の2乗は7。ね。3の2乗は9ということになる。で、答えマイナス2なんだけど、さあ、これよくミスってしまうのはね、ここは7の方がいいんだけど、ここは3のままだったりね、7引く3にしてしまう人はね、結構多いですね。ルートがね、ついているとね、勘違いしているのかわからないけども、ね、先生をミスったことはあります。はい。ということで、何がね、主人公というふうに、こういうふうにね、はっきりさせておくと、間違えずにね、いきますので、ルートがついている、ついてないは、ここはね、しっかりね、見てください。はい。ということで、まあ、二乗関係のね、情報公式はね、これで終わりますので、続いてはね、行き過ぎました。パート2は3乗の公式をやってみたいと思います。